こんにちは。予備役ブーイモンの会議、レブラ君と怪しい仲間たち、大阪バージョン、予備役ブーイモンの会代表の荒木和弘と、はい、幹事の池田沙織とレブラ君です、はい、そして今日は、ゲストとして、特定失踪者問題調査会の幹事であり、司法書士の中本明さんにおいでいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。中本さん、あんまり、表に姿を現さない。はい、ね、そうですね。はい。ですけども、特定失踪者問題調査会は、幹事としてですね、はい、活躍していただいてます。司法書士の方で、こういうことをやる、はい、拉致のことをですね、関心持ってる方ってあんまり見ない、ね。そうですね。はい。はい。もともと、この中野さんが拉致に関わったのはどこからだったんでしょうか。はい、すみません。ですね、まあ、私のその職業である司法書士と、まあ、土地家具調査士というのが、法務省の所管の資格でございまして、で、まあ、法務省の方で、実はまあ、人権、見えますかね、人権の擁護という、こういった冊子が出ておりまして、まあ、法務省が、取り組みを求められている16の人権擁護、人権の課題のうちの一つとしまして、北朝鮮当局によって拉致された被害者等ということが取り上げられています。で、まあ、その説明としまして、まあ、北朝鮮当局による日本人拉致は我が国に対する主権侵害であるとともに重大な人権侵害です。拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り込むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切ですとこういうことでされています。で、そのまあ関心と認識をまあ深めていくためのまあ今までの活動としまして、私のまあ所属しております大阪司法書士会の西支部というところで、まあ、過去4度ほど研修の方をさせていただきました、はい。で、そうですね、はい、4度っていうのは多いですよね。そうですね。で、まあ、きっかけとしましたそういったことからですね、まあ、平成22年に調査会の当時副代表で、はい、現常任顧問をされています岡田和則さんによる拉致問題はなぜ解決しないのかと題しまして、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせまして、研修の方を実施させていただいて、まあ、その時以来、まあ、岡田さんと仲良くさせてもらっております。はい、岡田さんをご存じない方にご説明しておきますと、本当はとっても怪しい人なんですね。二人ともよく、ね、はい、知ってる。よく知ってます。はい、そのおかげで、こういう道に入ってしまったと。はい。おっしゃる通りです。はい。ね。で、道に入ってみてどうですか？なかなかその、そうですね。実際にその、調査会としての活動というのが、まあ、私の方も、まあ、まだ入ったばかりですので、できてはいないとは思ってるんですけど、その、やはり、先ほどの、関心と認識を深めていく活動というのは、我々、まあ、職業的にも必要ではないかと思っております。はい。はい。池田さんから見て、ね、中本さんはね、私よりも池田さんの方が、はい。長いお付き合い。そうですね。そうですね。岡田さんを介しての。はい、そうですね。よく3人でつるんでます。はい。はい、
だいたいアルコールが入った時が多いです。そうですね。で、まあ、研修、先ほどの、ご説明させていただいた研修、平成24年にですね、実は家族会の、飯塚茂雄さん、有本明宏さん、増本輝明さん、に、もう、研修の方をしていただきまして、それ以来、有本のお父さんと、定期的に食事の方をさせては、いただいております。まあ、岡田さんのお声掛けでよく、はい、永田の方でさせてもらっております。本当にまあ、有本さんといえばもう1年前、お母さんが亡くなられまして、まだまだお二人もね、本当に、そういう意味ではもう身近で、ね、はい、接してたわけですよね。はい。そうですね、コロナでちょっと、お会いできてないですけども、またお父さんの、有本節を、そうですね、お聞きしたいと思っております。そうそう、だから、まあ、僕もね、お母さんのところに何度も行ったんだけども、まあ、お二人は特にね、たびたびお母さんもお会いしてたんで、ちょっとね、お二人、お母さんのことを一言、ね、せっかくで。まあ、そうですね、最後の最後までこうやっぱりしっかりされてて、まあね、私の祖母と、ね、同じような年代だったんですけど、祖母はもうねボケちゃったりもするんですけど、ずっと気丈で、まあ、それってやっぱりこうずっと苦労してきてたから、ね、だろうなっていうのも思いまして、はい。そうですね、私もご自宅に、まあ、お父さんを一緒に、まあ、お送りして、まあ、いつもお母さんは横になってるような最初、ことが多かったんですけど、もうわざわざやっぱり起きて出てこられてご挨拶されてということで、もうすごく、まあ、しんどかったんじゃないのかなとは思ってはいたんですけども、はい、非常に残念ですね。ですよね。本当、まあお父ちゃんがね、どっちかというとこうちょっとやんちゃな方なんで、はい、まあお母さんね、年上の姉さん女房で。しっかりしてて、ね、お父さんよりもだいぶしっかりしてたなという、どうせ、おそらく YouTube はお父さん見ないと思うんですけどね、本当に、優しくてね、しっかりしてて、はい、まあ、本当、何もできなかったのは残念ですけどね。まあ、ちょうど僕は、お母さん亡くなったっていうのを聞いたとき、韓国にね、いたんですよね。まあね、いつかはそうなるとはね、思ったんだけどもね。はい、で、さて、まあ、そういうこと言ってると、中本さんの話に戻しますが。あ、いえ。今、司法書士会で、全国の理事でしたっけ？あ、そうです。ですよね。はい。もう、全国の司法書士会の重鎮。いえいえいえ。なんですけども、まあ、今、どうなんでしょう。この、最初にね、もう言われましたけど、この司法書士の世界におられる方々って、まあ、もちろん我々と全然違うわけで、まあ、そういうところでこのねやることを広げていく、どういうことが考えられるか。そうですね、我々も職業上ですね、相続といったようなことが多いんですけども、手続きの中で、そういった中で相続人の方で行方不明の方というのは比較的、業務上あることが多くてですね、そういった場合、まあ、民法で定められてます不在者財産管理人という、専任の申し立てを家庭裁判所の方に申し立てする書類の作成をすることがあるんです。で、そういった場面でですね、まあ、遺産分割協議という、まあ、相続財産をどう分けるかというようなところで、まあ、選任することが多いんですけども、まあ、お客さんから聞いた内容で、どういった形で行方不明になったのかとか、いう状況次第によっては、まあ、北朝鮮による拉致の可能性も当然排除できないケースが出てくるかと思いますので、そういった場合には、まあ、調査会を紹介するとか、いったこともあり得るんじゃないかというふうに、まあ、研修を通して思った次第です。はい、逆にね、特定商社のご家族の中でも、その財産の、あれの問題っていうのは、相続の問題っていうのは結構ね、はい、我々も聞かれることがあるんで、またちょっといろいろご相談をして、お願いをするかと思います。はい、まあ、中本さん、今、特定商社問題調査会の幹事として、ご活躍いただいてますけど、本当様々なね、立場の方が活躍していただくのが、本当にオールジャパンで力になると思いますので、はい、
今後ともよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。